カルトナージュ20世紀初頭、自宅でカルトナージュをする女性。バルレアスカルトナージュは、フランス伝統の厚紙工芸である。厚紙で組み立てた箱などに紙や布を貼り付けて仕上げる。カルトナージュは厚紙を意味するカルトンに由来し、表面や内側に柄紙やマーブル紙などの用紙等を貼って装飾を施す。18世紀頃。 南仏で蚕を入れる紙箱に装飾を施したものが発祥と言われている。布を用いることもあり、布箱とも称される。ホットフレームやファイルなどの平面作品のほか、フランスの熟練職人は家具に至るまでカルトナージュで製作しているものもいる。厚紙として、クレー台紙を使用し、1mm、2mm、3mm など、 作品の大きさや用途によって様々な厚みを使い分ける。箱に窓をつけたい場合には塩化ビニル板も用いられる。側面や底面の裏打ちに使用される。専門的には学装用品店の中性ボンドが多く利用されている。一般には柄紙の貼り付けには木工用ボンドと澱粉ぷん糊を合わせた合わせ糊が用いられる。片面に乾燥した。 接着剤を塗布されている紙テープで切手のように糊面に水分を適量を含ませると接着できる。水彩画の水張りなどに利用されている。組み立てたカルトンの接着面の補強や金具やタスセルなど装飾品の接着部の補強に多用する。学装用の先端に向かって細くなっているヘラが主に用いられる。材質はプラスチック、テフロン、ボーンなど様々。 カルトンやケント氏などの切削に使用する。ロータリーカッター、エンギリーカッター、ペーパートリマーなども、使用目的により使い分ける。北野未大、初めてのカルトナージュ日本防具社、2004年、2ページ。ABCD 北野未来、初めてのカルトナージュ日本防具社、2004年、4ページ。北野未来、初めてのカルトナージュ日本防具社、2004年、6ページ。 ありがとうございます。